あのテナークスたち、また厄介ごとに巻き込まれたのか。わざわざ機械をこっちに連れてくるとはな。トゲが言葉を発しなくなったよ。どうして？言葉はここから発せられていた。長い距離でも通信ができる古の世界の装置だ。私が取ったから声が消えたんだろう。でも伝言が何かを分かった。何だったの？古の戦争の中、女が男に物資を届けようとしていたんだ。そして昔のいさかいは彼女にとってもうすでにどうでもいい。彼を思い最後を迎えるの。ああ、私とどこか似ているな、その人。私も弟に伝えられたらよかったのに。もう許してるって聞きたかったはず。弟も古のその男、伝言を聞いたのかな？聞いてないだろう。いつの時代もうまくいかないのね。それでもその女性は言葉を送信することで彼が聞くかもしれないと希望を持てた。すごいね、そんな遠くに言葉を飛ばすなんて。もらってもいい？宝物にしたいんだ。もちろん。ありがとう。言葉は人に届かず終わることも多いけど、これがあればそれを変えることができるかも。メインスプリングから遠く離れた土地まで。実は物資の箱から他にもいろいろ見つけた。それで何か作れるかも。ちょっと作業をしても？いいよ、作業台はそこ。いつでも自由に使って。この部品いい使い道がありそうだ。Thank you.
まくいったな。早く使ってみたい。Thank you.